どうも皆さん、おはようございます。こんにちは、こんばんは、リュウです。さあ、本日は初心者向け講座ということで、デュエルリンクスを始めるんだったらね、今なんですよ。マジで今がチャンスみたいなところがあって。で、これが何か、なんでかっていう、で言うと、あと、今、キャンペーンがやってて、このキャンペーンでチケットもらえるんですよ。マジ神ゲーだ。これ神ゲーだ。こんなチケットもらえるんですよ。8枚も。このチケットの使い道っていうのをちょっと簡単にね、説明していこうかなと思います。で、初心者さん向け、もしくはまあ復帰勢の方向けの、まあ、講座になるかなと思いますが、ご了承いただければなと思います。で、この3周年記念キャンペーンの内容が、これ神ゲーだ。これは神ゲーだ。まずそもそもですね、もらえるものが異常に多い。まずジェム戦、これはですね、破格です。ジェム戦配ることほぼないんで運営がリンクスの、これめちゃくちゃ神で、まあ、ラーの抑止流は、まあ、ウォーなんで、ウォー の, あのこれ抑止流なんでちょっと微妙ですけども、スキルチケットこれがまた神、神ゲーだ、神ゲーだ。このスキルチケット何かっていうと、デュエルリンクスっていうのはキャラクターを操作できるんですけども、キャラクター、個々になんかその特殊能力みたいなのがあって、スキルって言うんですけど、これを本来だったらこれ入手するの大変なんですよ。めちゃくちゃなんか結構地獄みたいな作業をしないとなんかゲットできないものなんですけども、これがなんとこのチケットがあると、好きなキャラクターの好きなスキルを1枚何でも交換できるよっていうね。これやばいわ、神ゲーだ。だからこれの、をゲットできるっていうこと、これももちろん後でおすすめをね、お伝えしますが、とこれな、これこのチケットだ。8枚がやばい、8枚ですからね。 SR、UR 全部8枚ゲットできると、いやーこれ神だ、神ゲーだ。ということで今日はこの UR チケット、 SR チケットとスキルチケット、これのおすすめの使い道 を僕個人の意見としてお伝えしようかなと思ってます。あくまでも個人のおすすめなんで、まあ、絶対にこうしろっていうわけじゃないですよ。なんで基本的には自分の欲しいカードを交換してもらっていいですけど、まあ初心者とかね、復帰勢の方にはまあこういうのがおすすめだよっていう感じで聞いていただければなと、はい、思います。早速じゃあちょっとまずですね、これドリーム UR チケットっていう紙チケットがありまして、これ何かっていうとドリームなんで夢なんですよ。夢がある、非常に。これなんとですね、今まで発売されたボックス、要は課金とかジェムじゃないと手に入んない、カードたちを好きなカード1枚ゲットできるっていう、神だ、これ神だ。でだから要は確定で欲しいカード持ってくれるんですよ、ボックスから。これやばいですよね。で第1位から第3位までちょっと発表していこうかなと思うんですけども、第1位はコズミックサイクロンです。第1位は圧倒的コズミックサイクロン。これなんでかっていうと、どのデッキにも入る可能性が高いし、あとリンクスにおいてはスキルの発動条件も満たしやすいんですよ。非常に理想はね、3枚あると一番いいかなと思うんですけど、まあ、1枚とりあえずゲットしとくのはマジでおすすめ。これゲットしとくべきカード、圧倒的1位、これめっちゃ強いから、はい。と、それからですね、もう1個は底なし落とし穴って、ね、落とし穴掘って相手を埋めるっていうカードなんですけども、非常に陰キャ感が強くて強いです環境デッキに刺さんないデッキがあんまないんですよね。まあどんなデッキでも入れられるカードだし、理想はやっぱね 2,3 枚あると一番いいかなと思うんですが、メインボックスのカードなんですよ、さっきのコズミックサイクロンと一緒で。だから入手しづらいんだけども、ここの確定で1枚ゲットできるの強いから、めっちゃ強いから、だこれはあった方がいいかな。うん、なんでまあこれ2位ぐらいですかね、2位ぐらいで、もう1個3位ぐらい、まあ、そこら人まあ同じようなね、意味合いなんですけども、このカナディアっていうカードですね。これバージェストもカナディア、これも、まあ、裏返しにするっていうカードなんですよ。そこの仕事したのと同じで、これもさっきと同じように環境デッキにあんま刺さんないデッキがあんまないから、まあ、1枚ぐらいあってもいいかなと、はい、1、2枚ぐらいあってもいいかなと思いますね。入るデッキには3枚入るし、ということで UR は、コズサイ、底なし、カナディア、この辺がおすすめです。はい、持ってないカードをなんか交換していただければいいのかなと思ってます。でですね、ドリーム SR チケットの話していきたいなと。ちょっとまだゲットの日数になってないんで、ちょっ
とカードリストからいきたいんですが、ドリーム SR チケットもさっきのドリーム UR チケットと一緒で、アレスはあのパックボックスから好きなカード1枚引っ張ってこれるっていう神イベント、神キャンペーン、神チケットなわけですよ。でこれじゃねえや、こっちはねえ、おすすめは、おすすめはですね、分断の壁です。第1位、もう圧倒的1位、分断の壁。これなんでかっていうと、低ランク帯始めたてって結構低ランク帯から始めることになるんですよ。ランク戦っていうのがあってね、どんどん上がっていくものなんですよ。で一番上がデュエルキングっていう、あの松坂桃李さんが、キング松坂、我らがキング松坂、まあ通称シャイニング松坂さんがあのいらっしゃるランク帯がデュエルキングっていうランク帯なんですけども、そこまで行くのにランク戦っていうのをこう駆け上がっていくわけですね、みんな。で低ランク帯に分断の壁は多分ね刺さる。なんでかっていうと、みんな踏むから、このカードこれ、ね、めっちゃ強いんだよね。だからで上位ランク帯でも打天使相手だったらぶっ刺さったりするし、まあ、弱くはないですねこのカード。上行ってもまあ踏まない、上手い人とやるとこれ踏んでくんないけど、まあ、基本的には強いカードです。なんでこれはあった方がいい。でね、他の2位以降ってまあ強いカードではあるんだけど、リミット2っていうカード、例えば高架線落としやな、これが2位で、第3位が局所とかコンセントレイトっていうカードになるんだけど、これがなんであの2位以降かっていうと、これねリミット2っていうね、なんだろうな、規制がかかってるんですよ。で規制かかってると、その同じカードをデュエルにする特殊で、このリミット2だとなんかそのリミット2に指定されてるカードの中からデッキで2枚しか入れられませんみたいな感じなんですよ。だからこれ2枚これ2枚とかじゃなくて、どっちも合わせてどれか2枚みたいな感じのリミットのかけ方なんですよね。ちょっと難しい、特殊なかけ方なんで。だからそうすると初心者の方ってエネミーコントローラーっていうカードがあって、これがねすごいね入手しやすくて強いんですよこのカード。でエネミーコントローラーと、まあ、これも基本的にその他のチケットで入手していただくことになるんですけど、このエネミーコントローラーが強くて、これかぶっちゃうからリミットがこの辺とか、だからまあ交換したとしてもなんかエネコが入るしなんかいらねえなみたいな感じになっちゃうかもしれないんで、まあ、基本的には分断とかを交換してもらう方が一番いいかなと、はい、思います。基本的にね。でですね、今度はねドリームの方じゃなくて、さっきのキャンペーンでいうところのドリームの方ではなく、この普通のノットドリーム UR チケット、ノットドリーム SR チケット、この辺のカードの使い道、これはですね、まあ、いくつか選択肢があるんですけども、これ UR からいくか。 UR チケットはおすすめのチケットの交換先はですね、第1位レッドアイズ、レッドアイズですね。あんま UR 強くないんですよチケット。でこれなんで城之内とかからゲットできるレッドアイズなのかっていうと、レッドアイズデッキってちょっと別の動画で多分今日出すかなと思うんですけど、レッドアイズデッキねすげえ安く組めるんですよね。すげえ安く組めてそこそこ強いんですよ。なんでこれ1枚交換しとくことをおすすめします。で城之内の初期デッキに1枚入ってるから、まあ周回とかをしなくてもレッドアイズ2枚集まるんですよ。だからこれ1位です、これ1位。はい、でとデッキレシピとかはちょっと動画別で出したいなと思ってますが、これ必要パーツの1枚なんでね。で第2位はね特にないですUR チケットあんま優秀じゃなくて、これ好きなものを交換してもらえばいいかなと思います。第2位以降はねあんまりどれ交換しても同じかな。ラバゴ好きだったらラバゴでも別にいいし、環境的に交換して強いのはラバゴとかですかね。はい、なんですけど、まあ、別に全部のデッキに入るわけじゃないんで、うん、まあ、あとモブ狩りに使えるベルズサラマンドラとかもありだと思います。結構1850っていう打点が強いんで、はい、まあ、そんなとこですかね。 UR チケットはねそこまで優秀ではないかなと思いますね。はい、でですね、SR チケット、このノットドリーム SR チケットがクソ優秀で、これマジで選択肢の幅無限なんですけども、おすすめのチケットの交換先、まずはレッドアイズデッキ。さっき言ったようにレッドアイズデッキって結構強いんですよ、初心者の方が今始めても。なんでまずインサイトですね、インサイト、インサイト、これがおすすめ。第1位レッドアイズインサイト、まあ、第1位同率で、レッドアイズスピリッツっていうのがあって、
レッドアイステッキに入るんですけど、このカードが第これだっけ、これだ、これが第1位同率で、枚数的にはレッドアイズスピリッツが1枚でインサイトが3枚になるように交換するのをおすすめします。基本的にね、インサイトナイトレッドアイズ始まんないとかあるんで、まあだからインサイト3枚の、まあ、スピリッツ1枚みたいなゲットの仕方をすると一番いいかな。まあ、今回のチケットだけでは全部手に入んないんだけども、他のチケットも併用すると結構ね手に入るんですよ、レッドアイズ、パーツって。だから、まあ、ここの、うん、チケットでは、まあ、とりあえずインサイト3枚でいいんじゃないかな。インサイト3枚をゲットするということでいいと思います。はい。で、もう1個で、ね、3位以降ですよね。だから同率1位が2枚なんで、3位以降はですね、サイバーダークデッキのパーツになるサイバーダークエッジっていうモンスターがいますよ。どこだエッジは。キャノビタさんのサイバーダークエッジ、どこだ、どういんだエッジ、あっていた、エッジ、これがまあ第3位かな。サイバーダークエッジってサイバーダークカノンっていうモンスターがいないとちょっとあんまりなんだろうな、ギミックとして成立しないんですけども、サイバーダークカノンって他のチケットでも結構手に入るんですよ。なんでカノン持ってるとか、これからサイバーダークデッキ作りたいっていう方はサイバーダークエッジを交換してもらって、このチケットで、でカノンもどっか別のチケットで交換して、でさらにもう一個同率第3位あるんですけど、レンリンっていうね、ひよくレンリンっていう、どうだレンリン、これだレンリン、これがまあサイバーダークデッキのパーツとして優秀なんですよ。なんでまあ同率第3位でサイバーダークエッジと、ひよくレンリン、この2枚を交換しておくと結構ね出張パーツとしてすごい優秀なんで、いろんなデッキで出張できる可能性があります、サイバーダークは。なんでまあこの辺をレッドアイズ組まないよっていう方はこの辺を、交換すればいいんじゃないかなと個人的には思います。そしてですね、スキルチケット、これ最後なんですけど、スキルチケットで入手すべき、スキルは基本的にですね、この一番上にありますね、墓所封印です。これが一番中長期的に考えるといいと思う。トッププレイヤーまで上り詰めたいっていうんだったら、もうこのスキル以外ありえないっていうスキルなんですよ。めちゃくちゃ強いスキルで、これをまあ、ゲットすることをおすすめします。ただし石図ゲットがちょっとめんどくさいんですよね。光属性モンスターなんか100回召喚みたいな感じだったと思うんで、ちょっとめんどくさいと。なんでですね、まあまあ、即座にいろんなデッキを、まあ、いろんなデッキっていうか即座に組めるデッキを使ってデュエルキングになりたいと、早くシャイニング松坂さんに追いつきたいという方は、また別動画でおすすめするんですけど、デッキと、まあ、相性のいいスキルを、まあ、交換するべきで、2つあります、2つあります。レベルコピー、まずレベルコピー、これなんでかっていうと、なので知らないデッキっていうのがあるんですよ。知らないデッキっていう結構まあ即、まあ、組めて強いデッキなんですよね。このデッキ の, あの相性がすごいいいから、だからレベルコピーがまず 第2候補、墓所封印以外だったね、第2候補で、第3候補が、ディフェンスチャージっていうね、これね、要はね、この辺はなんだろうな、そのデッキを組まない人には全然関係ないスキルなんですけど、このディフェンスチャージっていうスキルが、あれなんですよ、超獣武者っていうね、新しいパックで出たデッキと相性がすごい良くて、結構強くて即組めるデッキなんですよね。なそのデッキと相性がいいから、要は即座に今すぐ始めて今すぐデュエルキングまで駆け上がりたいみたいな人にとっては結構ありのスキルなんですよ。ありよりのあり、まあ、これが第3候補くらいかなと、はい、いったところ、まあ、この今のレベルコピーとディフェンスチャージは本当デッキありきのスキルなんで、これはマジでデッキ別に何でも使えるスキルなんで強いんですけど、デッキありきのスキルだから、まあ、この辺はちょっとよく考えてね使っていただければと思います。個人的にはこの3つくらいがまあおすすめかな、今のところはね。今現段階で、今撮影日1月の14日なんですけど、現段階でおすすめです。はい、ということで、ね、いかがでしたでしょうか。ぜひね、皆さんもデュエルリンクス始めるなら本当今なんで、林先生だったら多分言ってます今、デュエルリンクス始めるなら今でしょってね、多分言ってると思います多分。なのでぜひですね、今すぐアプリインストールしていただいて始めていただければなと思います。困ったこととか、あと細かい質問とかあれば、私ですね、ディスコードっていうサーバーをやってまして、そこのサーバーにですね、今現在3000名以上のデュエルリンクスプレイヤーが、参戦しましてですね、本当にいろんな
相談に親身になって答えてくれるんですよ。ぜひですね、そちらの方にも参加をしていただければなと思います。概要欄にリンク貼っておきますんで、はい、ということでこの動画良かったらぜひグッドボタンとチャンネル登録をよろしくお願いいたします。それではまた次の動画でお会いしましょう。バイバイ。